出発を進行。はい、よーん。くるくる。父ちゃん、ハサミ借りてきたよ。おう、しんのすけ、サンキュー。よーし、これでパパッと紙吹雪を作って撮影画に取り掛かろうぜ。なんか張り切ってますな。できる男、野原ひろしをアピールすれ。うん、君は見どころがあるね、なんてお偉いさんのお眼鏡に止まって、晴れてイケメンアクションムービーの主役に抜擢。世界を股にかけ大活躍するヒーローになんかなっちゃって、美女たちに囲まれて、キャー、ヒロシ愛してるなんてな。父ちゃん、ずるいぞ、俺もやる。まあ、そうだったらいいって話だ。なんだ、父ちゃんの幻か。ならないとも限らないからな。さあ、早いとこ撮影がやっちゃおうぜ。お、よっと、あはー、条件はこれなのです。今回の撮影画にはベストカットはないのです。ぶっつけ本番、よーい、アクション。カット！ OK！ いやー、それほどでも。ブリブリーブリブリー。あら、それ何？ケツだけ精神だぞ。俺のお尻プリプリプリティでしょ。可
お尻を持ってるからこそ監督として選ばれたのかしら。ブリ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 、トキトーキー、思いついちゃったのです。その格好なら今まで入れなかった隙間も行けちゃうかもしれないのです。そうかもしれないわね。さすがトーキなのです。ケツだけ星人見てそんなこと思っちゃうなんて、トーキーさんって意外と。お尻好き、プリンプリン。ただのお尻好きだったの。それじゃあしんちゃん、隙間のある場所でやってみてね。それじゃあ張り切ってブリ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 。バンバン進めちゃってる。おじさん誰？プロデューサーよ。プロレスラー？プロデューサーよ。諸君ご苦労さん。何する人？プロデューサーというのは映画を作るときに全体をまとめる一番偉い人なのです。映画を撮影する監督がご飯を作ってくれるお母さんなら、一家を支えてみんなが無事にいられるように頑張るお父さんね。おーおー、父ちゃんみたいなのか。じゃああんまり大した人じゃないね。君んちのパパと一緒にしないでね。俺は。はいはい、偉いんだったらもっとしっかりしてくださいね。厳しいね、サイレンちゃんは。それでそれで、今回のフィルムに穴が開いた一大事を修復するため、私たちをこのカスカベに行くように言った人なのです。そう、俺が今回一番の責任者のカリスマプロデューサー、略してカリピーです。自分でカリスマって言っちゃったわ。おお、カキピー。カキピーじゃないよ、カリピーね。なんて本当は誰からも呼ばれたことないんだけど。うしゃ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 。なんでこの人、変な人。いやー、ユウたちさ、噂は聞いてるよ。いやー、いろいろとやってくれちゃってるみたいね。っていうか、君誰？いい加減なプロデューサーでごめんね。この子が監督をやってくれているしんちゃん監督なのです。そうなんだ、なんだなんだ。そんなわけで聞くやろ。白黒？違うよ、シクヨロだよ。シクヨロって何？よろしく。妖怪人気取り、逆に分かりにくい。この業界の人は言葉をひっくり返して喋るんだけど、まだこんな話し方する人いたんだ。おおお、カーンカーン、オラ監督だぞ、シクヨロ。おお、伝説のカチンコが見事にお尻のカーブにフィットしてるじゃないの。まるで二枚貝がお互いのパートナーしかくっつけられないようにぴったりしちゃってるね。やっぱりチャンシンが監督やることは命運ってやつだったんだね。チャンシン、命運。しんちゃんで運命ね。ややこしいっていうか大げさよ。それがそうでもないんだって。今までの監督もお尻が伝説のカチンコとぴったりだったらしいよ。それ本当なの、プロデューサー？いや、今思いついた話だけど。うしゃ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 。
もん、適当なばかりピ。ポンポン、怒っちゃうのです。もう、なんなのこのおじさん。このおじさん、しんちゃんみたいに適当な人かも。いやー、照れますな。褒めてない。おっ、気があったね。そうですな。俺のことはしんちゃんって呼んでね。げんげん、元気に、いい加減。いい加減、いい湯加減。ところでプロデューサー、何か用があって来たんじゃなくて？そうそう、君たちの顔を見に、じゃなくて撮影画の様子を見に来たんだよ。安心してください、しんちゃん監督と順調に撮影画を進めているのです。どれどれ。いかんね、もっとバシバシ撮影画してもらわんと。今の倍のペースで質も落としちゃいやん。どうよチャンシン、ババーンといけちゃう。ほら、チャンシンじゃなくてしんちゃんだぞ。君にかかってんだからね、ね。聞いてないし。パパッとやっちゃって、夜はギロッポンいっちゃってさ。ギロッポン？ギロッポンって何？六本木のことだよ。大人のお店が多いところ。僕たちみたいな子供が行くような場所じゃないよ。その通りなのです。お歳子が行くところじゃないのです。あー、残念。っていうかさ、本当に大丈夫なのこの子。人のこと言えないでしょ。まあ、カチンコに選ばれた監督ですから大丈夫なのです。まあ、トーキーちゃんがそう言うなら信じちゃおう。にしてもトーキーちゃんは今日も可愛いね。どう、これから俺とデートとか行かない？オラはサイレンちゃんと。お、気が合うね。ほんじゃ、みんな一緒にデート行こうか。おい、サイレンちゃんとおデート。ご歳子をたぶらかしてはダメなのです。セクハラ禁止なのです。冗談だってば。もうトーキーちゃんは純真なんだから。そういうところはサイレンちゃんを見習わないと。あー、でも見習っちゃうとサイレンちゃんみたく30歳なのにお嫁に行けなくなっちゃうか。バカリピー、私はまだ29歳。年のことは言うんじゃないわよ。キャー、メンゴメンゴ、許してちょんまげー。サイレンちゃんをこれ以上怒らせないようにこの辺で帰るね。あ、そうだそうだ、これからもっと映察できるように夜の映察もバミっといたから、もっともっと映察しちゃってね。映察？バミっといた？どういう意味だろう。多分撮影。お、君わかってるね。頼りになるね。うわ、バミるは撮影場所を決めといたということなのです。つまり夜でも撮影ができるようになったってこと？オラアクション仮面見たいから夜はお家に帰りたいぞ。そんなこと言わずにさ、映察進めちゃってよチャンシン。オラしんちゃんだぞ。そうとも言う。サイレンちゃん、なんとかチャンシンを説得してやってよ。しょうがないわね、しんちゃん監督。何もずっと撮影画をしなくちゃいけないわけじゃないのよ。
だけど私はいっぱい撮影がしてくれてる監督の方が好きかな。本当？おデートしてくれる？うん、しちゃうかも。あ、おい、ほら、やる気出てきたぞ。トキーちゃんも俺とデートして。調子に乗っちゃダメなのです。セクハラ禁止なのです。うひゃー、こりゃ手厳しい。まあいいや、じゃそういうことでシクヨロー。はい、おデートのためならオラ頑張っちゃう。